はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。6月の12日の日曜日でございまして、11時を回りました。今日日が照っててですね、雨降る予定ないらしくてよかったという感じですね。この部屋の中24度でございます。まあちょうどいいぐらいかな。千代田区も24度だそうでございます。さて、日曜日あんまりニュースありません。これは昨日のニュースですね。昨日の16時42分配信、皆さんもう聞いてるかと思いますけども、ヤフーニュースですね、 TBS ニュース DIG というところですね。店内飲食禁止などの緩和もつかの間、北京でクラスター濃厚接触者6000人以上、警戒高まるという記事でございます。中国北京では店内飲食の再開など、新型コロナ対策が緩和され始めていましたが、ナイトクラブでクラスターが発生、濃厚接触者が6000人以上に上るとしていて警戒感を高めています。記者、こちらのエリアは封鎖されています。感染者が確認されたため封鎖されています。中国メディアも取材に来ていますね。北京では新型コロナ封じ込めのため の感染者が確認された場合、団地全体を封鎖するなどの厳しい措置が引き続き取られています。感染者の減少に伴い、6日からはおよそ1ヶ月間実施されていた店内飲食の禁止が解除されましたが、ナイトクラブでクラスターが発生。当局の発表によりますと、10日北京で新たに感染が確認された61人はいずれもナイトクラブを訪れたことがあり、濃厚接触者は6000人以上に及んでいるということです。ナイトクラブがある朝陽区ですか、これよく出てきますね。日本人も行さん住んでるんでしょうね。ではバーやカラオケ店などの娯楽スポットが全て営業停止になるなど、当局は感染再拡大に警戒感を高めています。あのユニバーサルスタジオもですね、あのとりあえず営業再開を延期したということらしいですね。あのまあ、これでこのニュースは終わりなんですけども、一応貼っときますね。まあこれそのね、東京では毎日2000人近く出てるわけですよ。日本全体でも1万何千人出るんですけど、そんなん同じことが中国が起こったら大変ですよ、ほんまに。大変ですよ、もう国中閉鎖しなあかんやんということになりますね。この61人出ただけでこの大騒ぎでございます。一人でも出たらですね、そのマンションっていうか、もうマンションのある一帯を全部封鎖。もう外出たらあかん。ほいで、外出るときは PCR 検査だけ。で鼻の奥にキューンって突っ込まれるんですって。いやいやわ、ほんまに。私ね、やったことないんです、PCR 検査。なんか、別にやろうと思わないし。ただでできるんですよね、あれね。全然体調も、体調はいつものようにして、酒の飲みすぎでフラフラしてるだけでございましてですね。特に、どこが悪いって足が痛いんですか、未だにこの右膝。最初ね、筋肉痛やったんですよ。ふくらはぎの上の方が。それはまあ、ほぼ治ったんです。治ったかなと思ったら、今度膝の関節が痛くなった。で、医者に行ったら関節炎の初期やって言われて、もうかなぁ。まあもう、全然治らへんやん、ほんまに。毎日またロキソニンをまた飲み始めて、この3週間ぐらい。全然治らへん。ほんまにもう。まあそらええんですけど、別にその PCR 受けに行くような症状ではないんでね、これは。ただ足を変にゃ、変にゃ、変にゃって引きずって歩いてるだけなんですけど。何が大変かというと、中国はゼロコロナでございますから、これ以上出てくるとですね、ちょっとすみません。充電します。カメラ充電所感と途中でピッと切れるんですよ、ほんまに。いやいや、ほんまに。ゼロコロナですんでね、61年出たら大変なんですよ。上海の封鎖の終わり頃は確か30人とかいうそんなんでしたよ。今は6人とかそんなんですけどね。60人出たらやっぱり封鎖しなあかんやん、そんなん。そんなん上海は封鎖して北京封鎖せえへんの、それは北京の人かわいそう、上海の人はかわいそうやん、そんなんということになりますね。日本人はあまり気づきませんが、中国っていうのはものすごく地域感情が強いんですよ。有名なのは上海人と香港人が仲悪いということなんですけどね。アグネスちゃんという日本で一番有名な香港人がいまして、もうその上海のことを言わせボロカス言ってますね、お前ね。まあそれはええんですけど、北京人と上海人というのはどういう関係にあるかというと、上海人は中国の中で一番垢抜けてるというふうに思ってるわけですね。自分たちだけはヨーロッパであるというぐらいに思ってるわけですね、上海は。
現に1945年まではですね、ヨーロッパの疎開がいっぱいありました。疎開というのは、まあ、治安、治外法権なんですね。フランス疎開であれば、フランスの警察がそこの治安を守ってるということなんですね。日本疎開であれば、もちろん日本の警察ですけど。まあ、その、もうほぼほぼ41年頃から、日本の占領が続いたわけですけども。まあ、それ以前はですね、華やかな街でございましてですね。まあ、それ以後も華やかなんですけども、もう、上海人だけはですね、自分たちはちゃうんやと。そんなダサい中国人ちゃうで、私ら上海人なんやと思ってるわけですね。で、北京人からすると、俺らは首都の人間やと思ってるわけですね。だからそこでですね、ちょっとした対立があるわけでして、これが政治上にも延長されておりまして、中国の大きな派閥はですね、大きく3つあるんですけども、政治の派閥ですね。上海閥というのがあります。上海閥はですね、経済との結びつきが強いんですね。で、これを代表するのはですね、江沢民さんという方がそうでした。上海閥でした。で、ところがですね、今のボスであるですね、習近平さんは大使党と言いまして、お父ちゃんおじいちゃんが偉かったと、そういう集まりなんですね。その集まりからするとですね、上海閥っていうのは、あいつら金儲けしやがってみたいな、そういうまあ反発もあるわけですね。で、上海の封鎖が2ヶ月も続いたのは、実はこの上海閥を弱らせようという習近平の陰謀ではないかという話があるぐらいでございまして、習近平さん、この10月か11月か知りませんけども、党大会でですね、3期目に入るんですけども、そこに立ちはだかっているのがですね、上海閥とですね、ナンバー2、李克強さんの共青同、共産主義青年同盟という連中なわけですね。で、習近平さんも上海に勤務をしたことがあってですね、朝からの縁があるんですけども、やっぱり上海閥の中心ではないわけですね。やっぱり大使党なわけでございます。なんとかだから上海閥を抑え込みたい。だから上海封鎖やったんちゃうかと、私も半分そう思ってますけどね。で、大使党の本拠地はもちろん北京でございます。お父ちゃんおじいちゃんが偉いわけですから、みんな北京で育ってるわけですね。北京の偉いさんなわけですね。ですんで、北京だけにはですね、ダブルスタンダードで多少ですね、陽性者が出てもですね、その、北京は違うねってですね、閉鎖、封鎖しない可能性がありますね。そうすると上海閥起こりますね。なんで北京はあんな60人も出てるやんかっていう。これがね、6000人濃厚接触でしょ。下手したら1000人とか2000人になるわけですよ。もうそんな完全に封鎖やん、そんなん。上海の基準から言ったら絶対封鎖やんというなりますね。面白いわ、ほんまに。まあ、北京でね、駐在なさってる日本人多いわけですから、大変でしょ、ほんまに。今度は北京かみたいな感じになるわけですね。でも、習近平さんの方針ですからですね、北京は違うって言って、封鎖をしない、そんな 大規模な封鎖をしない可能性も十分に私はあると思います。もちろんこれね、6000人いるとか言っても、報道されてしまったんで今更引っ込められないでしょうけども、なぜ情報統制できる国ですからね、6000人でようが1万人でようが5万人でようがね、ないんやおらへんねんって言い続けることはできるわけですよ。そっちになるんちゃうんかなと、すでにそうなってるんちゃうんかなという気がしますね。北京が封鎖されますといろいろ不都合がございます。まあ、政府の要人や偉いさんたちは、いや自由に外出できるでしょうけども、まあ、その他ですね、いや官僚機構がですね、どこまでこう機能させるのかということですね。まあ、中心に一応首都ですからね。で、いろんな面で会合とかがですね、できなくなったりするとですね、まあそんなテレワークでやったらええねんと、リモートでやったらええねんという話ですけど、まあそんなに柔軟に対応してるのかなというところがありますし、ひそひそとね、会って話をせんとね、そのリモートでね、ひそひそ話できひんでしょ。まあやってもいいんですけど、そういういろいろ不都合があるんですけども、北京もですね、数字の上からいくとですね、今後危なくなっていくんちゃうんかなと思いますね。で、これね、あれなんですよ、今から北京がね、2ヶ月とか封鎖されたらね、2ヶ月、8月の中旬になるでしょ。そうなったらね、北戴河会議が開けへんというですね、習近平さんにとっては非常に都合のいいこう状況になるわけですよ。長老たち、危ういからそんな、家から出ないでくださいって言えるわけですね。まあそれはそういうことを目論んでるかどうか知りませんけども、十分あり得ますね。で、地方に住んでる長老たちは北京に入ったら飽きませんって言えるわけですね。
なぜ長老たちですからですね、リモート会議というわけにもいかんでしょうからね、まあできる人もいるでしょうけど。はい、ということでございましてですね、このヤフーニュースのこのサイト全部読みましたけど、一応貼っておきます。 TBS ニュースですんで、この動画も見られるようでございます。私は見てませんけど。はい、皆さんどうもありがとうございました。